どうも、ライソクです。今回はファイナルファンタジー7、リメイクをやっていきたいと思います。では、ニューゲームで始めていきます。編集ソフトやら立ち絵やら変わっていますが、いつも通りやっていきましょう。
出番だ。早速やっていこう。ふむふむ、近くボタンで戦うか。笑わせる。あれ、もうレベル7だ。作品のナンバーにちなんでってことか。何事だ。おい、止まれ。ご苦労様。うん、AJB ゲージ、貯めて何に使うんだろう。動くな。うまくは撃つぞ。ああ、要は回復とか技は、AJB ゲージを貯めて使えってことか。え、もう一つも技が使える。どうってことだ。ここで装備を変えたり、現在地を見たりするってことか。ボタンを押さなくても勝手に進んでくれるんだ。これは便利だな。抵抗はやめろ。作戦通り。さすがすげえ。ガードと回避か、アクション性高いな。ガードが使いこなせない。なんか食らったし。アクションは三角ボタンか。設定で変えられそうだな。お、バトル以外でも剣が使えるって、やべえな。死んだボックス、これか。で、ソルジャーがなんだこちらの仲間になるの？その人キャリアを捨てるわけ？名前なんだっけ？元ソルジャーだとよ。うん。名前はクラウドストライフ。武装路線で行くとなればプロフェッショナルの参加は不可欠だ。俺は歓迎するね。勝手に仲間にするな。仕事が終われば他人だ。なんかかっけえ。ちょっとめんどくさいやつかな。見た目がいいから許す。まずは顔、基本でしょ。どうせ俺は基本がなっちゃうな。っていうか、出場種目が違う。もういい、それ以上いいな。例えるなら、ただの金目当てならここまで来ないっすよね。クラウドさんだって星の未来を思う気持ちは俺たちと興味ないね。え、ウェッジ。お、高い金払うんだ。がっかりさせんじゃねえぞ。ロックオンカメラか、よく使えそうだ。食事だ。うん、食事。先に片付ける。消えろ。ああ、犬の食事か。なるつもりはないけど。立てろ。お、バースト、よくわからんけどダメージが上がったぞ。
沈め。終わりだ。どうってことない。クラウドさん、リフトで上に待ってるっすよ。こっちだ。いるぞいるぞ、任せた。シフト開始時にコマンドを開くことが増えた。ここにもあった。チンラボックス。いたぞ！捕らえろ！えい！うお！ここまで。集中していく。どうってことない。宝箱。できた。おいおい、こっちも急げ。俺あっちっす。クラウドはこっち。走れ走れ。泣く子の腕さえひねるソルジャーといや、シンラの番犬。魔王炉は初めてじゃねえんだろ。俺を魔王だまりのブリッジまで案内してくれ。教えたくねえってか。シンラに未練たらありじゃねえか。中堅スタンプかよ。あれ、主人公の様子が。拒否したって意味ねえぞ。もともとお前抜きで立てた作戦だ。魔鉱炉は建造された時期によって構造が違う。この形式は初めてだが、なんとかなるだろう。待ってて、今ビックスが扉を開けるから。せかすなよ。おい、ロック解除。誰だ？閉めろ。観念しろ。こっちのセリフだ。モードチェンジはさっきまで使ってたからいいや。相手は一焦るなよ。集中砲火だ。角度はいい。消えろ。行け。キリス。終わりだ。やっ。
せ。さっさと行くぞ。その声響く。集中しろ。宝箱とかないかな。なかった。パスコードの情報は分派の同士が手に入れたの。あ、分派はこっちか。活動方針で揉めちゃって。はい、ロック解除。気張っていけ。後ろは任せてくれ。フェニックスのおじゃん。こっから先は警戒がさらに厳重だ。ヘマすんなよ。はいよ。ティファの知り合いでしょ。好奇心むき出しで聞くけど、どんな知り合い？これは主人公の記憶。俺たちは、うん、おっと、ラスボスっぽいの来た。このネズミどもはアバランチを名乗っているようです。とはいえ、かつてプレジデントの命を付け狙ったあのアバランチとの関係は不明。現在調査中ゆえ、今少しのご猶予。うん、アバランチ。てめえが飯食ってる時、眠りこけてる時も、このバカでかいポンプが魔鋼をガンガン吸い上げるわけだ。休みなく容赦なくよ。お前、魔鋼の正体を知ってるか。魔鋼はこの星の血だ。俺たちの体を流れる真っ赤な血と同じ。ってことは、このまま吸い続けたらどうなるよ。星の悲鳴が聞こえねえか、クラウドさんよ。あんたには聞こえるのか。おうよ。医者に行け。うん、お、ざっくり笑い。てめえ。星の未来より5秒後の自分を心配するんだ。あんたの悲鳴なんてゾッとする。ここからは慎重に行く。少しでもおかしな動きをしやがったら容赦しねえ。中距離連射型の警備兵器ね。クラウドの剣じゃ苦戦は必至。うるさくても我慢してね。がっかりさせるなよ。おっと、仲間が増えた。遠距離攻撃が可能か。俺にかかれば楽勝よ。どんなもんよ。
へえ、ぶっ放す。使ってみるか。ぶっ飛ばす。ガオ、これは強い。そっちか。急げ。そこだ。臨機応変にキャラを変えろってことか。期待してるぜ。総集軍は働け。どれだ。沈め。集中していく。終わりだ。じゃあ。浮かれている暇はない。もちっと喜べよ。クラウド、あそこ見て。警備システム稼働中だ。情熱的な眼差しだと思わない？見つかったらやけどじゃ済まないよ。どう進めばいいか知ってるよね。レーザーは一定間隔で明滅する。消えたタイミングを狙って進む。さすが。じゃあまず私から。スリルが大好物なの。おい、その綺麗な目にしっかり焼き付けてね。よし、今だ。そうそう、その感じ。ここも余裕だね。さすが元ソルジャー。基本はさっきと同じ。さあ行こう。簡単すぎる。に当たってしまった。大丈夫？ぬふ。クラウドいい。タイミングを見て。ほとんどゴリ押しだった。ふぅ、なんとかここまで来れた。バグ、見て。あれは通称スイーパー。ヘマしたらお掃除されちゃうかも。その前にスクラップにしてやるさ。宝箱がある。
ここが魔航路の中心。あそこに爆弾を仕掛けるの。ここから明らかにボスがいそうな空間だ。近いぞ。魔航でむせ返るぜ。とりあえず変なボックスと宝箱はできる限り開けてこう。できたぜ。おじけづいたか。やるか。長年の夢が叶う喜びだ。ここを降りたら良い。エスコートはここでおしまい。出しゃばっちゃったね。足止めのつもりか。やってやる。終わりだ。こいつら空飛んでるからレンズバネットでやろうかな。消えろ。ここまで。へい。待ってました。あのよ、星の中か。すぐに魔航路が吸い上げるさ。笑いのな。やっ。どうだ。消えろ。ほら。エクラウドと連動。ここにグラディオがいたら随分上気分だなって言ってそう。いよいよだぜ。やっぱボスいるって絶対。シンナが送り込んできた犬じゃないってことを証明してもらおうか。爆弾はお前がセットするんだ。ティファの連れってだけじゃ信用できねえ。仲間になりてえなら。何度も言わせるな。俺は雇われただけだ。だったら黙ってやれよ。問題ない。タイマーはどうする。お前が決めろ。ここは20で。自信あんだろうな。もうはめやがった。来るぞ。なんだと。ほら、やっぱり出たよ。戦地用の強化装甲だ。メカは雷鉄に弱い。魔法で攻めろ。バレット大活躍だな。ビリビリだ。なるほど、確かに効いてるぜ。続けていくぞ。よっしゃ。どうか。このまま続けるぞ。どうだ。これが出る。狙う。回復が必要だ。ポーション飲むか。そっちは任せる。なんてもじゃねえ。ぶっ飛ばせ。
ルビルだ。なんだあれや。この防御システムは全然効いてない。使えねえな。だったらあんたが何とかしろ。弾薬は仕事を狙っていくか。期待してるぜ。これだ。クラウドで行こうか思ったけど弾かれる。あ、この敵の狙いがやってきた。活躍期待してる。くっ。弾かれるのうざい。一方回復して立て直す。よし、よっしゃ。わし、もうちょっと右だったらな。ソルジャー様のお手上げか。助けてやろうか。はっ、勝てーなー。簡単に倒せるものを兵器とは呼ばない。よっしゃー。これを削ったか。反撃だ。一気に片付けるぞ。こっちか。先で中年の方が強い。どけどけ。回復しや。まだまだいける。まだまだ当たったりやがる。おい、このまま続けて本当に倒せんのか。おやつ前にもっと撃て。てめえの方がサボってんじゃねえか。連携しよう。おう、任しとけ。
障害物をうまく使え。マダルコシ。今だ。逃すなこのチャンス。どか。全然体力バーが減っている。気にしねえ。またねえだかよ。機械は味なくくじけない。俺はひっこい回りくどい。わかったか。ビリビリだ。リミットブレーキ。これでいい。裏というのはまた頼らせてもらうぜ。完了後クイロ。スキルが回復しておる。お、かっこいい。クイロ。修復機能か。急げ。回復される前に何度つける。じゃあ燃えてきた。俺の見せ場だ。邪魔飛びだ。チャンスが来たら一気に叩き込む。覚悟しとけよ。フォローを頼む。待ってました。やったか。あのサソリにくれてる。急げ、脱出だ。あ、まだあんのかよ。ウェッジが逃げ道を確保してる。全力で戻れ。あ、やめだせよ。終わりだ。角度はいいか。えっ、行け。当然の結果だ。よし。大丈夫。うかつ、足が挟まって。サンキュー。おい、あそこで合流だ。ジェシーを頼んだぞ。こっちこっち。ここ行けばパイロットと合流できるはず。出口はこっち。急いで。
黙って登れ。その方が楽だ。そっか。で、ダメ。食べてないと焦る。好きにしろ。パレット。先に行け、ゼシ。扉開けんのが優先だ。でも。様が一緒だ。もっと、ソルジャー見つけたぞ。気を耐える。もう少し予感だ。邪魔するんじゃねえ。バレ、5秒でやる。行け。落ち着いていけ。頼られちゃうな。こっちだな。下がっていろ。消えろ。よし、あとは急ぐだけだ。早くここから出ねえ。まだ残る。また眠らせれば。私たちは追いかける。気負いすぎる。待ってました。めんちゃま飛び出ろ。完全注意。やっ、どんなもんよ。めんちゃま飛び出ろ。よっしゃ。キッ。ほら。やばいな。やまねえな。やっちまうぞ。隙をつく。終わりだ。悪い。よし、さっさと行くか。これが最後か。
は。今回はこの辺で終わるか。ご視聴ありがとうございました。